こんにちは。はい。さゆたかさん、今日は阪神の話題です。多いな。はい。阪神、まあキャンプも見てきたことですし。まあそうだね。今、まあ、生で見てきてるから。そうですよ。生の声が今日聞けるということで、はいはい、まあ阪神、はい、明るい話題、暗い話題、はい、明暗ということで、おちょっとあの岡田監督明るいニュースもあれば、はいはい、怒ってると。案の方ですね。怒ってんの？怒ってます。岡田さんいつも怒ってる感じです。そんなことない。それはイメージですよ。イメージですよ、はいはい、まず、はい、ちょっと岡田監督って、うん、まあご立腹な様子なのが、はい、新助っ人外国人の投手ケラー投手。ケラーもう一人いるんだよ、ね、新外国人でしょ。新外国人のケラー投手ですね。あの先発を予定してるね。そうですそうです、うん、あの後ろは去年からいますよね。もう一人ケラー投手。まあ昨年抑えのね、はい、ケラーがね。そうです、うん、昨年出だしあの B ケラーとか K ケラーなんだよな。KKB B か K かみたいな。もう岡田監督も言ってたややこしいなあれで。そうですよね。たまたま同じ名前になっちゃってさみたいな言ってたよ。そうですよね。そうケラーって呼んだら両方振り向いちゃうってことですか、ね、いやそりゃそうだよ。 B とか K とかになってますけど、そうそうそう、まあ先発の24番のね。そうです、そっちのまずケラー投手が、はいねはい、ちょっとこの前あんまり良くない結果だったということで、2イニング想定で42球、打者11人と対戦したんですけれども、まあ、3連打を浴び、2四死球ということで、うん、ちょっとピリッとしない、うん、簡単に打ち返されるもんな、危機感持たないとな、いつでも投げさせてもらえると思っていたら、そんな枠ないかもわからんぞということで、うん、スロー調整、まあ、いや、まあ、スロー調整はわかるんだけど、はい、阪神がどんな状態でキャンプが行われてる、どんな選手がいるっていうのは、はい、まだ把握しきれてないんじゃない。いやあのね、阪神の投手陣の中に入るってやっぱ相当レベルが高くないと入れないっていうのをケラー分かってないんじゃないのかなって思うぐらい。多分そう、まあ、俺もちょっと見たけどね、はい、あの一箇所バッティングみたいなんで投げてたんだよ、マウンドからね、はい、ばらつきがあるんだよね。ばらつきたものすごくばらつきがあったの、はい、だからまだまだ、まあ、そうだな6割程度ぐらいしかできてないのかなっていうような。まあ、真っすぐはそこそこ力は多少あったけど、はい、まあ、それでも143とかそのぐらいしか、まあ、あの技能座のスピードガンではね、はい、143ぐらいで、あとチェンジアップとかいろいろ投げたけどちょっと抜け気味でね、うん、だからこれがやっぱ阪神の投手陣、いや相当いいから。そうですよ、ね、それはもういらんって言ったら使えないよね。だってケラーに頼らなくたっているから。足りてるんですよね。駒足りてるんだよ。で、岩貞投手がね、先発に今回転向で来るので、さらに、いや先発転向だからって言ったって、うん、先発は本当投げれるかどうかっていう、うん、そのぐらいのレベルがあるからさ阪神は、はい、だからケラーはもた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 、はい、まあ、外国人ってね、まあ、どこもそうなんだけどちょっとゆっくりしてるんだよキャンプって、はい、で日本のキャンプってちょっと長いでしょ、はい、で向こうっていうのはもう今時から始まる。そうですね、うん、それでオープン戦に入っていって調整し、はい、開幕から徐々に上げていくんだよね。開幕から徐々に上げていく。そうそう、だから日本のスタイルって、うん、あのベストで入るっていうようなイメージですよね。イメージだよね、はい、だけど岡田監督も別にスタートダッシュなんかしなくていいよ、まあ、オールスターまでにある程度戦えるようになっとけば、うん、そこからだなって言ってたから落ち着いてたんだすごく、はい、だからケラーにこれだけのことを言うっていうのはよっぽどやっぱ遅れてるんだと思う。そうなんです、やっぱりあのスロー調整による投げ込み不足が言われていて、うん、今年このキャンプで2日にブルペンで45球投げたんですけど、2度目が中6日で9日、中6日開けて56球、さらに今度は14日に初の実戦形式での練習で打者4人に23球ということで、本当に球数が少ない。いいね、ちょっと少なくて やる気ないねケラーがちょっとびっくりしていて、やっぱりその日本人のペースが速かったりどんどん100球ぐらい投げていったりと全然アメリカと違うので、いやそれはやっぱりこう戸惑ってることは確かだよ。いやあんまり投げないもん外国人って。そうですよね。そうそう、だから実戦に入ってきて徐々に球数増やしたりだとか、うん、力を入れ出したりとかするから練習はあくまでも練習なんだよね彼らはね、はい、だから練習の時にその投げ込みとか、うん、もう2000球なんか投げるって言ったらもうアンビリーバボーじゃない。確かに、いやいや本当に、いやだから、まあ、それは彼のやり方があってさ、
うん、だからこれはやっぱこう話し合った方がいいよね。そうですよね、うん、だから話し合ったからって言ったって、今までのそのねペースを崩せるのかって言ったら、はい、やっぱこう自信もないだろうしね、崩す自信が。 それが例えば故障とかにつながってしまってもいきなりペースを上げて、まあそうだね、はい、だからまあそこら辺はでも故障したって大いるんだよ人が。先発ピッチャーもう本当にいるから。そうですね、まあ、エース青柳投手はじめ伊藤将司投手、西勇輝投手すでに当確している。でそこに西純也投手、佐伯投手、岩貞投手と大竹投手がそこに競い合う形なので7枚、まあ、まあ中継ぎだったらもう相当いるから。そうなんですよ。だから心配なのは抑えを誰にするか。まあそうですよね。そこで見てきたのがビーズリー。おビーズリー どうでした。力あるよ。おーうん、それとやっぱボールになった時にスッと変化球でストライクが取れるんだよ、はい、器用さも持ち合わせて、うんうん、いいね、うん、おいいね出た、出ました、豊さんのいいね。いやだから、うん、なんていうの、まあ、このビーズリーが決まらなくても湯浅であったりだとか、はい、そうですよね、まあ、そういうピッチャーもね、はい、候補としてはいるし、はい、でもビーズリーでいけると思う。これはおじゃビーケラー投手とはまたこっちあんですけど、メイの方で明るいニュースとして、あ全然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 、あの器用さはあるわな。やっぱボールボールになっていくとさ、はい、こう首振ってまっすぐ行きたがるんだ、うん、外国人って、はい、だけどボールボールになった時にスッとスライダーで取れたりだとかチェンジアップで取れたりだとか、うん、するから、だから意外と日本向きかもね。へえ、うん、ハマったらハマりますね。まあまあハマったらスーッと1年間ハマるよ。じゃあ湯浅投手とそのビーズリー投手、後ろクローザー説っていうのがストップ どうって、ビーズリーの方が行くだろうね。お、うん、じゃあその前の例えば8回とかを湯浅投手、まあまあ昨年の形を変えないんじゃないの、うん、なるほど、うん、でその前に例えばもう一人のケラー投手を7回に持ってきたりとかっていう感じになってくる、ね、可能性はあるよね。まあまあそれはもういくらでも言ったら人はいるもん。そうですね。いや本当カジヤだっているし、はい、あと岩崎、まあ、秋山っていうのもバームでやったりとかするし、ね、はい、いるんだよピッチャーが。足りてるんですもんね。足りてる足りてる。だからケラーなんて怒ったってしょうがないよ。確かに。ただやっぱり日本の野球っていうのはある程度説明し、はい、教えてあげないとさ、うん、そのいや俺聞いてなかったよっていうので、はい、対談になるとかわいそうでしょ。そうです。一応ちょっともうちょっと上げろというね、うん、まあ、苦言というかさ、うん、まあ教えただけの話だと思うけど、うん、まあ、じゃあそこはね話し合ってプレーすればいいっていう。まあそうだね。そんなにでもね、ちょっと投げないのもいい加減にせよというぐらい投げてないよな。それキャンプで中6日っていうのは何なんでしょうかね。いや本当な何をしてるの、まあ、もうちょっと俺も素人ながら外国人って言ってももうちょっと投げてもいいと思う。そうですね、うん、投げないとやっぱスタミナつかない。うん、まあ、そういうこともあるし、それだけ空いたらやっぱ少し張りを持たせながら作っていかなきゃいけないのに、張ったら全部張りが取れるまで休むんじゃ、はい、ちょっとこう大丈夫なのって思っちゃうよね。逆にそうですね。いやその方がなんか怪我につながるような感じがするよね。そうですね、うん、ただねやっぱりここ日本なのでやっぱりその日本のシステムに慣れていかないとっていうところもあるでしょうしね、うんうん、ただもう一人のケラー、まあ、昨年抑えで失敗したけど、はい、うん、このピッチャーはね、あのやっぱ昨年の反省からか、うん、やっぱしっかりした練習というか投球を見せてくれてたよ、うん、だからそれはね、もう一人のケラーは心配。もう一人のKケラー、 Kケラー、 B ケラーがもう B の方か、 B の方がいかんな。そうですね、ちょっと心配ではありますけど、ね、いや心配だけど、でも投げ方が悪いわけでもないけど、うん、なんかこう抜け球が多いなっていう印象は受けたけどね。まあ、確かにね、メジャーってこの時期ようやくキャンプ始まってすぐぐらいの時期なので、うん、ただね、5に入れば5に従えでさ、うん、まあ、ある程度やってくれなきゃ不安になるよね。確かにそうですね、首脳陣は、うん、でね、あの新外国人投手プラス、はい、外国人投手の、まあ、B ケラー、K ケラー、そしてビーズリー投手、うん、この3名、まあいいよ、ビーズリーがいい、ビーズリー、うん、ビーズリーがいいから、まあとりあえずね、うん、その B ケラーは、うん、先発をシーズン入ってすぐ使えなくても、うん、結局抑えが大切だから、あそこは、はい、一番の不安点っていうのは抑えだから、うん、でもそこにビーズリーがはまりそうだっていうのが、うんうん、やっぱり一番明るい話題だと思うよ。あ、じゃあ そっちを
ね、見ていけば別にビーケラーはそのうち出てくるって思っときゃいいと思うスロースターターってことですよね。まあまあまあそうだね、うん、だから慌ててくるんだよね自分で、えこんなにいいのがいるのみたいな。そうです、もう俺がエースぐらいの感覚で来てるんじゃない、ちょっとね、もしかしたら、まあ、そうじゃないからね、うん、もうエースはしっかりいるし、はい、投げれるピッチャーは山ほどいるし阪神は。そうですよね、だからビーケラーが調整できてなくてもそんなに慌てる必要はない、うん、そうですよね、うん、岡田監督も台湾軍ダッシュ、うん、そんなんいるかみたいな言ってたから、じゃあゆっくり、俺はなんかそんなことは全く考えてない、ゆっくり行けばいいと思ってる最初はね。そのオールスターからが勝負っていうふうに言ってたように、うん、まあ、だというふうに思ってるよって、うん、だいたいお前開幕から何連勝したとか、うん、開幕スタートしたところは全部こけてるやないかって言ってたよ。だからしっかり分析してるんだよそうですね、ただ阪神ファンとしては去年の開幕からの嫌な思いがまあまあそう、こけすぎだからなあそこはな、あったので去年はな、なるべくならっていうのはあるんですけど、そんなこともないやろうって言ってたね、ぼちぼちでいいんだよってスタートはねって言ってたから、はい、まあビーケラー、はい、ね、ぼちぼちでいいけども、まあ、もう少しやっぱ投げた方がいいね、エンジンをねちょっと入れた方がいいかもしれないですね、まあ、ビーズリーは使えるという